お前さ、はい、あのすみません、あの違うんですよ。やる気ある？違う、今初めてリングコンとかを触ってて、ちょっと今てんやわんやなんです。ごめんなさい、本当に。とつまちするっつってんだからさ。いや違う、ディスコード通知気づくようにしとけよお前は。いや見てるんですけど、見てるんですよ一応。いや見てないですよね。ごめんなさいごめんなさい、本当にちょっと。こっちだってね、時間詰めてきてるんですよ。あーごめんなさい、本当にすみません。はい、すみません、本当にちょっと、はい、頼むよ君、仕事できないよそんなんじゃ。あすみませんね、本当にごめんなさい、本当にこの度は申し訳ございませんということで、はい、はい、一人目、立花ひなのさんですね。ありがとうございます。聞きたいことがありまして。嫌です。え、あ、一応僕今日誕生日。あ、そうなんですね。はい、一応そうですね、1月27日誕生日。操作してください、リングフィットアドベンチャー。あ、無理ですね。いや操作してください。いや無理ですね。いや操作してください。僕何かをしながら何かをするっていうことできないので。それはそうですね。はい、ちょっとできないんで、ちょっと一応今日僕誕生日。はい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。その最後とかに行くのもなんかうざいなと思って。はいはいはい、どうせ最後はひなんなんでしょ、ひなんでひなんのひなんでひなんのってなのがうざいなって思ったんで、ちまたでは初めに来たんですよ。はいはいはい、ちまたでは言われてましたね、確かに。そう、うぜえなって思ったんで先に先手必勝。おお、なるほど、先手一勝で一人目で来てくれたと。ありがとうございます。はい、今まで聞いたようで聞いてなかったのかな。僕を知ったきっかけってなんかあんまり定かではないけど、それこそ私も Apex をやってたから、その V スポに入る前ね。はい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 。え、 V スポに入る前？うん、なんか多分ね、私 Twitch で見たことあるんだよね。 Apex の配信者結構見てたからさ。しかも V スポに入る前でツイッチ時代知ってるってことは、多分俺の視聴人数本当にもう1桁とか2桁とかの。私結構ツイッチの配信者見てたから、その時なんか別にコメントしたとかはないけど、はい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 、なんか見たことはあるんだよね。見た、あ、まあ普通になんかリスナーとかじゃなくて見て。あ、そうそうそう、別に見たことがある程度、見かけたことがある程度。めっちゃ見てたわけじゃない、別にその配信をちゃんとしっかり見たことはないけど、ああこういう、あ、たまになんかこの人配信してるなみたいな。あ、そう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 、感じの初期神と動く前からの、あ、はいはいはい、アイコンがね結構印象的だからね、やっぱ。あ、珍しいですね、スイッチ時代。多分見たことあるんだよな、あんまり覚えてないけど。ちゃんとみんなも多分スイッチ配信したらあれかもしれないね。ひなのとかに認知されたい人はツイッチ配信始めたら認知してくれるかもしれない。私マジでツイッチめっちゃ見てるからね今も。あ、聞いたか今、ひなのリスナーの諸君配信みたいな書いてある人でも逆に見に行くわ、どんな人がやってんだろうって。ああ、ちょっと気になっちゃうんだよなそういうの。なんかありがとうございます、なんか新鮮でした。え、でお前いや、あのね、いやマジでね、てかじゃあ一個聞いて、一個いい？はいはい、進んでもらっていいですか？いや違うんだよ、俺じゃあそう、今回ルールをちょっと決めようと思ってて、とつまちをして話してる間は休憩できるっていうちょっとルールでやろうと思ってます。じゃあ早く切るわ、お疲れ。え？え？一回だけじゃなくてもあれなんで。はい？はい、また2回とか3回でもカウントに入るような、やばすぎるお前あの感じでやってるんで。いやもう二度と来ません。はい、2回目3回目もお待ちしてます。二度と来ません、もう。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃね。はい、あ、どうもこんばんは、誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。すいません、おじいちゃん、すごいいいタイミングです、ありがとうございます。あ、ほんとっすか。はい、助かります。おめでとう誕生日。あ、ありがとうございます。これ聞いて頑張ってください。あ、弾けるかな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 。ま、いやちょっと聞いてくださいよ。いや、ちょっと、じゃあお願いしてもいいですか。じゃあじゃあハッピーバースデーソングまで、はい、3、2、1、どうぞ。Happy birthday to you.
出てきてたんだね。出てきたの。ハッピーやー、よし、ありがとうございます。できてるできてないもう関係ないっす。もうもう癒されました。ありがとうございます。ありがとう、おめでとう、頑張ってね。ありがとうございます、頑張ります。マジでカミーとお誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。何歳になったんですか？26歳です。あ、26歳か。はい、まだ26歳若いよね。どう、女の子から見て26歳ってちょうどいい年頃じゃない？ OK の26歳で、うん、まあそうだね、仕事してたら確かに。まあエーペックスしてるでしょ。してない、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 してない。エーペックスしてるよね。ちなみに今19の57だね。あ、始まったばっかりだね。そうなんだよね。あれか、レディーしてよし突しようみたいな感じか。そう、そうなんだよね。はいはい、なるほどね。結構前ですね、キューちゃんとの出会いも。もう3年くらい前ですかねえ、APEX やってるね。全然やってない、全然やってない。あ、やってないか、びっくりした。やってないよ。あ、やってないよ、ね、OK、じゃあ味方が死にそうだからちょっと、あ、OK、ちょっと終わろうかな。あ、分かった分かった、ありがとうね。本当ね、でもね、今年もよろしくね。はい、今後ともよろしくお願いします。イエーイ、バイバイ、はい、バイバイ。こんばんはこんばんはこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。誕生日おめでとう。 ありがとうございます素晴らしいね。マジでありがとうございます。マジでいいタイミングです。おい、おかしいだろ、出す画像なあお前。あ、おかしいだろ。いや違う、土下座だよ。じゃあ今パッと出てきたのがこれしかなくてちょっと。やめてくんない、星川の変な画像集めるの、そうやって。いや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 、全然変じゃないですよ、うん、もう早く走れって。おい、いや無理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 、ガチで無理。早く走れって。なんかね、画面止まってるよ、亀戸くん。いや、ガチで無理。確かに硬い人間ではある。いや、なんかね、どう話しかけていいか分かんないんすよ、マジで。だってなんか、ほら、俺みたいなやつがだって生意気に、うん、だよね、うん、みたいなタメ語で話しかけてたら、マジでこいつ生意気だなみたいな、調子乗ってるなみたいな思われるじゃないですか。じゃあ一回タメ語で喋ろう。何歳になったの、亀戸くん？26だね。じゃあ舞ちゃんとなんかタンプレとか用意してあげよっかな、亀戸くんに。え？その時のために。もしね、本当に誘ってくれるんだったら。あ、もう個人的にボイス買うんで大丈夫。やめろって。やめろよ。頑張る、分かった、はい、頑張ってね、ウィリーヒト、はい、ありがとう、うん、ありがとう。またじゃあチンシリで誘うわ。誘って、うん、はい、ありあ、はい、うん、バイバイは、バイバイ、バイバイ。わかんねえ、喋り方わかんねえ。